何をやってるんだ。なんで所轄に情報おろしてくんないんすか。この事件は本庁の捜査員のみで行う。所轄の刑事は入ってくるな。しかし特捜本部の解明はですね、あの私どもで作らせていただきます。ご苦労様。所長急ぎましょう、うん、そうだね。誘拐事件起きたんですね。君たちは通常業務を続けてくれ。この辺の現場仕切ってんの俺たちなんですよ。行こう橋間君。この人官僚になったら現場の捜査員なんかどうでもよくなったのよ。俺との約束は、上行ったら現場の刑事のことを考えてくれるって言ったじゃないですか。まだこの人のこと信じてんの。室井さん、私に指揮権などない。指揮をするのはもっと上の官僚だ。